第一グループ代表とウエスコービテールのフェイトリーナンバー30番です。第二グループ代表権ブルドッグエントリーナンバー47番オス。第三グループ代表権ウェルシテリアエントリーナンバー96番オス。代表権ロングヘアドラキスーがエントリーナンバー111番を押す。第5グループ代表権シベリアンハスキーエントリーナンバー181番を押す。代表権リーグのエントリーナンバー184番です。ダイアナグループ代表権ワイナーのショートレアードエントリーナンバー188番です。第8グループ代表権ゴールデンレトリーバーエントリーナンバー208番です。第9グループ代表権トイプードルエントリーナンバー303番です。グループ代表権ボルゾイエントリーナンバー338番。以上で関係者記者各グループ代表の会です。昔お寿司と戦わされていたことが名前の由来です。そのために当時は性格の荒い犬種でしたが、現在は改良されて大変愛される犬種となっております。ただし、スタンの長いアンダーという形をした手つりが、大変特徴的になります。Yeah.
Thank you.
続きましてスレイヤーハスキー原産国アメリカ合衆国です。ボコ系の湯で、氷の上や焼きの上を軽い荷物や人間などを乗せたソリを引っ張るための色です。そのため雪の上でも寝られるように分厚いコートが特徴的です。ライドミルク代表系スレイヤーハスキーです。イギリスです。イギリスを代表するサンタハウンド、つまりキュートに発達していって、獲物の匂いを追いかけながら、多頭数ですね、タップという何とも一緒に追いかけていく、その際の大きな声を出して追いかけていくのが特徴の犬種です。でまた長い尻尾をピッと立てて 先が白いのは舌の中に入っても連れている人間がどこにいるのがいるかが分かるようになっていると言われています。第6グループ代表とビーグルです。ワイマラのショートヘアードです。このブレイがかった特徴的なあるこの犬種はドイツを代表とする猟犬です。マーケルドッグとしても活躍するようです。ワイマラには今日出ているショートヘア、この短いショートヘア以外には少し毛の長いロールヘアもあります。第7グラス代表犬ワイヤーヘアード、ワイマラのショートヘアです
飼育数も大変多い犬種で、良いコンパニオンとして、子供の友達として、また、娘で、餌取りを取るために使われたりとか、多彩な才能を、持っている犬種です。大学の力代表犬、ゴールデンレトリーバーです。ゴルゾイです。生産国のロシアです。でこの犬種は、遠目が効きます。そして、高い位置にある頭のところで、遠くまでに通して、でそして長い骨、長い筋肉を使ってギャロップして走っていって獲物を捕まえる、結構大きな獲物まで捕まえていたそうです。ロシア帝国の、代々の皇帝に愛された犬種です。彼らにもよく登場します。最終グループ代表犬、ゴルゾイです。
席順決める前に、ヤジナ審査員よりもコメントが来ておりますので代読させていただきます。この度は、本日ここに来ていただきました、佐藤副理事長、それから、藤田専務理事および、ジャパンケネルクラブの皆さん、そして北海道ブロック協議会の皆さん、本日ここにお招きいただきまして、光栄なことにベスト優勝させていただきまして誠にありがとうございます。そして、一緒に審査をしていただいた皆さんもこのグループファーストの素晴らしい犬たちをベスト優勝に送り込んでいただきましてありがとうございます。でまた出陳者の方にはエントリーをしていただきまして、でまた卓越したスキルのあるハンドラーの皆さんも、私たちの決定に好意を持っていただいたと思っております。そしてさらには、こういった犬たちをここの場に送り込んでくださって大変な苦労して繁殖をされているブリーダーの皆さんにも感謝を申し上げたいと思いますということです。
それではベスト衣装こうしたら決定となります。それではベスト衣装コースです。トイプードルに決定です。おめでとうございます。ベスト衣装サード講義に決定です。おめでとうございます。そしてベスト衣装セカンド、ボール沿いです。おめでとうございます。皆さん拍手お願いいたします。そして本日のベスト衣装の決定の瞬間です。本日のベスト衣装はサーティニアハスキーです。おめでとうございます。皆さん盛大な拍手お願いいたします。新婚の方もありがとうございました、それでは4頭でラウンドしましょう。皆さん盛大な拍手でお祝いしてあげてください。ベスト衣装シベリアンハスキー、セカンドのボルゾイ、イサードのヨシトリトンブロック、そしてフォースのトイプードルでした。おめでとうございます。お帰りの際十分気をつけてお帰りください。ゴミは、集めていただいておけば、ゴミの収集もきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。